はい、こんばんは。6月23日午後、日曜日午後10時30分を回りました。四五金五な夜第762回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、今日はずっと雨が降っておりました。で今日はね、ずっと寝てました。 っていうか、昨日の土曜日からずっと起きていて、えー、動画を作ってました。昨日もね、お話をしましたように、うちの、えー、パソコン教室の受講生さんがね、今 Windows ムービーメーカーの勉強をしているんですけど、あの、教室があるときはわかるんだけれど、家に帰ったらわかりませんということがあるんでね、まあえー、次回の 土曜まで時間があるんで、じゃあ、えー、僕の方で動画を作りますということで、今日のはずっと動画を作ってました。で、なんと、動画が、えー、編集が終わった時間が午前4時。まあ、そのまんま、えー、サッカーの日本代表の試合を見てました。で、見終わって朝の6時過ぎかな。まあ、そのまんま、 起きているのか寝ているのかわからない状況でゴロ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 しながら夕方まで過ごしていました。本当今日はね、あの、スーパームーンが見られるということだったんですけど、あいにくの雨でスーパームーンも見ることができずに今こんな風にして放送しているんですが、あのー、Windows Movie Maker 新しければ 新しい方がいいっていわけでもないなというふうに思っております。まあ、あの、昨日もちょこっとお話をしたんですけれど、やはりね、動画を作っている中でも、うん、これ前の方のムービーメーカーがいいなっていうのが、あの、あるんですね。前の方のムービーメーカーは、あの、作業の手順というか、1、ムービーの取り込み、2、 ムービーの編集3、ムービーの完了という風にして、あの順番がポンポンポンって書いてあるんで、あの、誰が見ても作業しやすいインターフェースがあるんですね。で、今の新しい Windows Live Movie Maker のやつも、パーッと見ればわかるんですけれど、まあ、そういったえ手順を示す画面は一切なく、あの、いわゆる、 ポンポンポンとタッチして、作業できるようになっているんでしょうかね。タイムラインという概念もないんでね。やはりこれ使いにくいなというふうに思いました。で、動画18分ぐらいにまとめてますんでね。もし Windows Movie Maker、まぁ、あ、今更 Windows Movie Maker ですかと言われそうなんですけれど、まさ、あ、ね、今さら聞けないような、 内容。なんで今頃 Windows Movie Maker 2.6なのかということも言われそうですけれど、えー、動画なんで、個人でこっそりと動画を見て勉強できますんでね、えー、どうぞご利用ください。まあ、今日は東京都議会議員選挙 ということで、Facebook のタイムライン結構賑わうのかなと思っていたんですけど、やはり今地方選挙ということで、そんなに賑わってないんですが、やはりね、気になってくるのが投票率の低さ。なんであんなに低いのかって、午後6時の時点で29%前後でしょう。30%、いや、半分もいかないということなんですよね。 ま、以前、えー、なんだ、住民投票で50%達しないと開票しないと議会が決めてましたよね。それと同じで50%もいかない投票率だったら、もう一回選挙はやり直しってなことのやっていかないと、税金使って選挙の準備をして投票をしてっていうことなんだけれど、 他の方々ってどう考えてるのかなと思うんですよね。まあ、これ半ば、マスコミの功罪というか、マスコミの悪いところもあるんですよね。報道の仕方が、まあ、どうせ政治はね、誰がやっても同じだよ、というようなことを。まあ、そういったね、あのー、風潮に持っていってるんですよ。一番悪いのが悪いというのか。 <laughs> あの、インタビューをする際に、なんでわざわざ、そういったインタビューを取り上げるのか。もっとね、あ,あ投票で、選挙を変えて欲しいですね。他にもね、いろんな、あの、インタビューの答えが変えてきてると思うんだけれど、なんでわざわざ、まあ、言っては悪いんですけど、おばちゃんが、ね。まあ、誰がやっても同じでしょう、というような発言を、 取り上げるんだろうかって気がするんですよね。そういったマスコミが作ってきた、あの、政治に関する国民の不信感というのもあるのかなと思うんですよね。で、今度え、ネット選挙運動が、え、選挙から解禁になりますけれど、ネット選挙運動が始まったからとい言って、ポンポンポンと投票率が上がることはないと思います。 うん、どうすれば投票率が上がるのか。一番の原因はマスコミ。マスコミを良くしていかないといけない。ただ、マスコミもね、スポンサーがついている、そのスポンサーが、えー、どこどこどの政治家、どこどこどの党と繋がっていれば、まあ、そっちの方にスーッと流れていくんですよね。そだ、厚生効 公正公平中立な報道っていうのは非常に難しいんではあるんですが、うん、なんかね、民法 NHK 含めて、もうちょっときちっと政治に関して国民が政治参加しやすいような報道のあり方、情報発信のあり方、そういったのを考えていかないといけないかな、というふうに思います。 はい。ということで、時間が来ましたんで、今夜の45品後の夜、第762回、この付近で終わりにしたいと思います。また明日も宮崎県地方は雨が降るそうです。まだ1週間え仕事が始まります。頑張って仕事をしていきましょう。それじゃ、また明日も放送しますんで、お時間がございましたら、どうぞ明日もご覧ください。それでは、失礼します。